皆さんこんにちは、渡りくんびしです。今回は大戦略、鋼鉄の旋風、日本軍プレイ、リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回はご覧の通り、ポートモレスビー攻略戦ということで大勝利することができています。今回その続きです。早速ですね、ステージの方を先へと進めていきたいと思います。リベンジということもあって、だいぶね、各ステージの攻略方法だったり、あるいはユニットの育て方なんかもこなれてきたところありますので、今回もね、しっかりプレーをして、アメリカ本土決戦のリベンジ、達成できるようにプレーを進めていきましょう。では、今回のステージの内容です。でまず、戦闘機ですけども、正規新しく開発されてますね。これはですね、この後、冷戦だったり、あるいはハヤブサだったりっていったところが、アメリカ軍の最新戦闘機の前に、敗北していくことになるので、これからは正規を中心に生産してですね、少しでも戦闘力の高いユニットを配置できるように頑張っていきたいと思います。では今回の内容ですね。前回、珊瑚海海戦で大戦果を挙げた帝国陸海軍は、残存する敵戦力相当のため予定されていたミッドウェー諸島とアリューシャン列島の攻略に加え、ハワイ諸島への爆撃も敢行することとなったということで、夢にまで見たハワイへの攻撃ですね。では早速、勝利条件確認していきましょう。勝利条件ですが、15単位以内に全敵司令部の破壊というふうになっています。では、その司令部の数なんですけども、アメリカ軍の司令部が3つ用意されてますので、具体的にはですね、アーツ島、ミッドウェー島、そしてハワイ。この3つですね。この3つの撃破を行っていきます。では早速始めていきます。はい。ではまず部隊展開しました。初期配置されている、長門や、大和、それに空母機動部隊ですね。飛龍、総龍、加賀、赤城。これらはこのまま前進させます。で、配置する戦闘機なんですけども、先ほどお話した通りですね、正規、これをまず5ユニットほど生産しました。大体ですね、冷戦に比べると 1.5 倍から 1.7 倍ぐらいですかね、全体的にスペックアップしているものなので、この後、アメリカ軍の最新戦闘機とは、この正規がね、戦闘に立って戦ってもらいたいというところです。その他は艦砲、これを下ろしてますので、アメリカ軍の機動部隊、撃破に魚雷を放ってもらいたいと思います。では、時間を進めていきます。あと、駆逐艦から、コツコツアップグレードしてきた軽巡なんですけども、ここで重巡にアップグレードできますので、アップグレードします。嬉しいですね。あと潜水艦なんかも空母、機動部隊の護衛に発進させていきましょう。この後潜水艦はですね、アメリカ軍の本土決戦の時に敵機動部隊と戦ってもらう必要があるので、しっかり育てておきたいなというふうに思います。対空砲なんかもね、アップグレードどんどんしていきます。対空砲もアメリカ軍の最新鋭戦闘機と渡り合ってもらうためにどうしても必要になってくるユニットなのでアップグレードしましょう。では、その他の部隊ですね、出していきます。冷戦はですね、大体割合で言うと、4機ぐらいですかね。これはアツト方面へと進出させていきたいと思います。これでアツト方面の制圧ですね。やってもらおうという狙いです。4機、4ユニットだとちょっと心もとないかなとは思うんですけども、なんとかね、連動マックス経験値マックスのユニットを派遣して、アツトを冷戦だけで制圧してもらいたい。そういう狙いです。ではミッドウェー島方面に進出先にしていた、コンピューターが操作している潜水艦部隊ですね。これが交戦状態にありました。まだまだ、機動部隊は遠いので、このまま何も考えずに前進していきます。では、アツト方面、敵部隊、ドントレスが出てきてますので、このドントレスですね、撃破してまいりましょうか。ドントレスを撃破しながら、冷戦の部隊、これをアツト方面に振り向けていきます。で補給面が少し心配、航続距離も、冷戦といえども少し心配というのもあって、増設タンク装備して出撃させてもよかったんですけども、空母に少し余裕があるので、空母赤城ですね、これをアーツト方面に派遣したいと思います。まあ、本来ミッドヘッド攻略は、戦力を、ね、分散したことが、まあ、敗因の一つとも言われているわけなんですけども、まあ、ここは あえてですね、空母赤城を厚東方面に差し向けていきましょう。あと、まあ、最悪乗り捨てでもいいかなと思っているんですけど、重爆撃機ですね、これを1ユニットだけ、配置できましたので、これ配置してですね、まあ、最悪乗り捨てということで、燃料が切れたらそのまま廃棄したいと思います。ではこちらの方なんですけども、敵部隊と戦闘状態に入りましたね。では今回育てていきたい瘴気使ってみましょう。まあ艦上タイプのもの、まあ、いわゆる空母に乗せられる機体ではないので、まあ、あんまり空港から離れたところで使えないというデメリットはあるんですけども、それにしても強いユニットなので、まあ、しっかり育ててですね、連合軍、まあ、特にアメリカ軍がヘルキャットなんかを導入してきたときにですね、うまく対処をしてもらいたいなというふうに思ってます。ではまずは敵の戦闘機部隊ですね、これ冷戦で、撃破して回っちゃいましょう。まあ、この戦力であれば今のところ問題はないと思うので、矢継ぎ早に出てくる敵戦闘機、これを順次、撃破して落として回ります。最初の攻略目標はミッドウェー島になると思いますので、まあ、ミッドウェー島までこの調子でいきましょう。数多いな、敵の戦闘機の数多いですね。味方の航空戦力が、まあ、やられてしまうと、まあ、目も当てられないというところもあるので、まあ、しっかり航空機で護衛しながら進んでいきます。空母はあまり前に出しすぎて、空母が、ね、敵戦闘機あるいは敵の攻撃機にさらされる、まあ、こういう事態は絶対避けたいですよね。さあ敵艦隊捕捉できましたね。まだただ艦砲が航続距離に入るかというとちょっとまだ遠いので、先に敵の、航空戦力ですね、これを叩いておいて、その後艦砲を出して一気に敵艦隊撃滅していきましょう。確認できているのがエンタープライズ、これ確認できてますね。その他戦艦、駆逐艦などが配備されています。ホーネットもいるはずなので、ホーネットもねさっさと、捕捉してしまいたいなというところですね。コンゴがちょっと被弾してしまったので、コンゴは少し下げます。それ以外は前進続けましょう。敵の戦闘機を排除しつつ、敵の空母を落とそうという、まあ、そういう作戦ですね。では早速艦砲から敵の、そうですね、やっぱり空母、これを狙っていきましょう。エンタープライズ、これを撃沈しちゃいます。ホーネットもどっかにいるとは思うんですけど、まだホーネット捕捉しきれていないところですね。なんとかホーネットも、早々に見つけてしまいたいというところでしょうか。敵は駆逐艦ばっかりだな、まあ、駆逐艦を仕留めていかないと、潜水艦やられてしまうっていうのもありますし、まあ、魚雷攻撃を受けてしまうと、そうでなくてもやっぱりダメージが蓄積してしまうっていうのはあるので、まあ、ここはしっかり敵の駆逐艦とはいえ侮らずに倒していきましょう。ではアッツ島の方ですね、攻撃開始してます。まあ、できればね冷戦だけでここは決着を、見てもらいたい、つけてもらいたい、まあ、そういうところです。まあ、しっかり攻撃仕掛けていきましょう。一応ね、重爆撃機使い捨て前提で派遣はしてあります。ではこちらのね、本当にミッドウェー海戦と呼べるミッドウェー島の戦いですけども、こちらの方に力入れていきましょう。まずは艦砲隊ですね、これを一旦引き上げさせましょう。まあ、すでに魚雷を打ち尽くしているので、まあ、このままここに留め置く必要もないでしょうというところですね。敵のワイルドキャットをしっかり排除して艦坑を守ります。ここにいる爆撃機は B25 ですね。この B25 も正気で倒したいけど、どうだろうな。正気で倒す場合だとちょっと航続距離が危ないので正気は下げましょうか。航続距離がね、正気やっぱり短いですね。局地戦闘機という扱いになっていることもあって、まあ、数はやっぱり必要になってくるので今後のために用意はしておきたいんですけども、航続距離っていう意味ではね、こういう長い距離飛んで戦わなきゃいけない戦闘には、まあ、多少不向きなのかなっていうのを感じますね。そこはまだ冷戦の方が有利には戦えますので、まあ、冷戦の優位性というものをしっかり生かして、戦っていきましょう。ちなみに今ターン数でいうと7ターン、まあ、約半分ですね。大勝利に必要になるターンの、まあ、約半分ぐらいまでもう使ってきているので、まあ、そろそろですね、終わり方、終わらせ方、まあ、そういうものも意識していきたいと思ってます。しっかり撃破ね、取っていきましょう。で、金剛も接近して撃っていきます。敵の駆逐艦をなぎ払っていきましょう。金剛型2隻今回用意されているんですけども、そのうち1隻はね、先ほどご覧いただいた通りもうちょっと大破してしまっているので戦線離脱というところにはなってるんですけども、まあ、それ以外はですね、しっかりまだ機能できているのでこのまま進んでいきます。もちろん大和、長門、この辺りの土級戦艦も前進めていきましょう。はい、ここにようやくホーネットを見つけました。まあ、ただちょっとホーネット攻撃するにしても今雨が降ってしまっているっていう、まあ、最悪な状況なので、この次のターンを待ちましょう。本来だったらここでね、もう攻撃隊を発進させて、それこそまあ撃沈という、まあ、距離にまで接近してるんですけども、まあ、残念ながらですね、雨が降っているので航空機による攻撃がこのターンではできないので、発進だけさせておいて確実に雨が止んだ時にこのホーネットを仕留められるように攻撃隊をもう出しておきます。まあ、そのために今回ね、艦砲を数揃えてありますので、ここはまあ何が何でもホーネットを沈めておきましょう。まあ、ちなみにヨークタウンに関しては、前回の珊瑚海海戦、ソロモン海戦、この辺りで沈めてありますので、まあ、史実で登場した連合軍側の突艦で修理したヨークタウンというものはこのステージでは登場しないというステータスになっています。で、同時にですね、もうミッドウェー島も艦爆隊で囲んでおきましょう。次のターンで確実に撃沈さらしめるというところですね。で、ターン数に関しては、ね、もう9ターンまで進んできてしまっているところありますので、もうどんどん前に進んでですね、まだ残っているアーツと、そして今攻撃しているミッドウェー島、まあ、さらにはこの先にあるハワイ、この辺り全部で、ね、残りの少ないターン数の中で撃破していきたいと思います。それとミッドウェー島に対してもですね、ここから艦砲射撃加えていきましょう。中央司令部ですね、ここを破壊していこうと、まあ、そういう段取りになります。あとはここにいるホーネットですね、艦載機積んだまま沈んでもらいましょう。大和の主砲、これでホーネット撃沈です。では最後、残った一つの敵司令部、これを撃破して攻略完了です。3つの司令部全部撃破しました。敵艦隊、この中にはねエンタープライズやフォーデット、これも撃沈してますし、もちろんミッドウェー島、さらにはハワイ、そしてアツと3つの拠点の制圧完了しています。これでまずはですね、太平洋におけるアメリカとの戦いは終了という形で、この後インドと、あとはヨーロッパ方面ですね、ここを転戦して再びアメリカとの戦い、本土決戦ということでリベンジの戦いに入っていきます。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。